さあ、ここからは町田市文化館言葉ランドで現在開催中となっておりますミニ展示没後10年詩人松田幸男展、こちらをご紹介いたしましょう。松田幸男さんは僕はちょっと知らなかったんですが、町田市ゆかりの作家でございますね。詩人というだけではなくて翻訳家という側面もありますので、それに関する展示が行われておりました。町田市文化館言葉などに関してはいいですよね、説明は。前回もちょっとしましたんで、もうこの僕は本当に取材でお世話になっているところでしてね、今回の企画展がありますというのを、すぐ取材に来てくださいというのをね、いただきましたんで、行きましたよ。そして今回はなんとニューフェイスがこの取材に、答えていただきましたので、ウィウィシーインタビューをぜひお聞きください。それでは、町田市文化館言葉ランドで7月2日まで開催となります。ミニ展示、没後10年、詩人松田幸男展をご紹介します。ここからは、現在開催中ですね、ミニ展示、没後10年、詩人松田幸男展、こちらについてお話を伺います。町田市文化館言葉ランド初登場でございますね、元松さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初めての登場ということでございます、はい、どうですか？すごく緊張してます。いや、そんな緊張するようなことでもないですよ。初めての展示の担当ということだったんですよね。はい、で今回担当されたのが詩人松田幸男さんということですけど、これどういった方なんですか？この方って、松田さんは町田ゆかりの詩人で、また翻訳もされている方ですね。はい。没後10年ということはもう亡くなりになっているということですね。そうですね、ちょうど2013年に亡くなりになられて、で今回は、この場所で言うと何て言えばいいんですかね、エントランスのところ、はい、文学サロンですね、はい、1階の文学サロンという場所で、はい、青春ブルーガルとかですよね。そうですね、ここであそこ花かもあった、はい、そこのところでの展示ですけど、はい、今回どういったものがこの松田幸男さんの展示あるんですか？今回壁 と、展示ケースの中に作品を入れているんですけれども、はい、松田さんの仕事が大きく分けて3つありまして、はい、ご自身で詩を書かれているもの と、あと他の方の詩を評論しているものと、英米詩、イギリスやアメリカの詩人の詩を翻訳しているものの、3種類が大きく分けて挙げられるので、その仕事を網羅的に紹介できたらと思って、ね、はい、詩が4編ですかね。はい、そうですね、4編実質ですか？はい、一番最初にかけられている額のものが、ご自身で筆で書かれている、はい、であとは翻訳と評論、確かにありますね、はい、どうですか、元松さん、この松田さんのこの詩っていうのは何か特徴的なとことかありますか？はい、松田さんは会社に勤められながら詩を書かれてきた人なんですけれども、お勤めになりながら海外転勤なども経験されていて、で、その日本での生活と海外での生活を、往復しながら詩作を続けられてきた方なので、そこのエキゾチックな感じもありながら、はい、翻訳とか評論を通して他の詩人の作品に触れるっていうこともずっと続けてこられていたので、自分の詩と他の人の詩を見比べながら、他の詩を、取り入れながらご自身の詩に生かしてきたっていうような、なんとなく教会の間を行き来しながら、あ、なるほど、創作を続けてこられたっていう印象があります。なるほど。じゃあ今回ここにある4編の詩というのは、そこも感じられるような詩が、じゃあ、そうですね、はい、海外の生活の中で生まれた詩だとか、
あとはアメリカにいる時に猫を飼われるようになって、はい、その、まあ、愛猫との生活の中で、うん、その人間と獣のその生態の違いみたいなものも考えられて、それが詩になっているものも紹介しています。ここがこうやって詩が並んでますけど、その前にも、はい、展示ケースがありますけど、こちらには何か、はい、こちらには、津田さんの代表的な本、出されている詩集だったりとか、松田さんが主催というか中心になって手掛けてこられた同人の詩集だとか、うん、っていうものも、紹介しています、うん、はい。どう見てもなおちょこととっくりがあるんですけどあれも松田さんの借りのってことですか？そうなんです。ご自身が最初は奥さんが陶芸の教室に通われているのを見ていたようなんですけれど、見ているうちに自分でも作りたくなってっていったようで、自宅の方にも釜を設けてご自身で焼かれていたりしたものですね。凝り性なんですね結構その辺はそうなんです。あ、ここ初めての展示の担当だったんですよね。あ、そうです。何か大変だったこととかありますか？結構その松田さん、今まであまり耳慣れない、うん、初めて聞いた方も多いと思うんですけど、そのやっぱり深く調べていくとすごく幅広く働きながら詩を作られるっていうだけでも大変だと思うんですけれど、いろいろな種類の詩を作ったり翻訳をしたりっていうことで、うん、その幅広いお仕事をまとめて紹介できるようにまとめるのが結構難しい。いろんなことやってる方ですからねこのスペースではちょっと収まりきらなくなってくるような、はい、でもね、こうやって確かにこう町田の皆さんにとってもなかなか馴染みがなかったかもしれない。今回の、このミニ展示で初めて知る方も多いかもしれませんよね。そうですね、うん、はい、ぜひ知っていただきたい、うん、作家ではあります。そうですね、はい、元松さん一押しの作家だ一押しの作家って言ってよろしいですか、ね、はい、でも次、はい、こちらのミニ展示はいつまでですか？はい、こちら現在開催中で7月2日まで、はい、はい、行っております。まだまだ余裕がありますから、ぜひ今日町子展とともにですね見てもらいたいですね、はい、はい。最後になりますから、改めて元松さんから今回のこのミニ展示について一言いただけますか？まとめて。はい、松田さんのことを初めて知る方も多いと思うので、この機会に町田の鶴川なんですけれど、鶴川にこういう人がいたんだっていうことをぜひ知っていただけて、まあ、ぜひその刺繍なども手に取っていただけたらと思っております。はい、ここまでは7月2日までですねでございます。ミニ展示没後10年詩人松田幸男展、こちらにつきまして元松さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか？初々しいですね、元松さんでございましたけどね。ラジオじゃないんだけどでもやっぱり緊張する。松田幸男さんのあの作品を見せていただきましたけど、本当にね、元松さんが言ってた通り、エキゾジックって、まあ、異国情緒があるっていうことでしょうけど、まあ、それは本当にわかりますね。翻訳に関しても面白いですし、こういった方は松田にいたっていうのは知らない方も多いと思いますけど、ぜひこれを機会にね、知っていただくといいんじゃないかと思います。まあ、本当にね、入ってすぐのところですから、まあ、先ほどご紹介いたしました。今日町子でこちらとともに楽しんでいただければと思います。町田市民文化言葉ランドの場所はこちらでございます。文化館通りっていう名前がありますからね、わかりますよね。そして、開館時間なんですけどこのミニ企画展は入り口入ってすぐのところですから、文学館の開館時間と同じです。午前9時から午後10時まで、10時まで遅い時間までやってますよね、本当に。休館日は毎週月曜日です。7
7月2日までの開催で入場は無料となっております。さあ、ミニ天神の動画を撮るとこういうことあるからな、編集できないよ、何をしてるの。まあいいや、ミニ天神没後10年、詩人松田幸雄展をご紹介